用途によって掛け軸はこの5つの種類に分かれることになりました。 TPO によって掛け軸を掛け替えるという、長生きしてくれてありがとうね、よかったねっていう時に飾るような掛け軸。よくね、掛け軸1本も持ってないんですけど何から揃えていったらいいですかねみたいな感じで聞かれるんですけども、この3つを揃えてさえいれば一通りの行事ごとのサイクルは回るということで、はいどうも、掛け軸塾の野村です。今回は掛け軸の種類についてご紹介させていただこうと思っております。掛け軸っていうと、書とか絵が描いてるんですけども、お客さんの中にはなんか掛け軸っていっぱい種類がありすぎてもうようわからへんわとか、こうやっていつ掛けたらええんやろなっていう悩みをよく聞くことがあるんですね。でそのよくわからないっていうところから、いやもう掛け軸ちょっとよくわからんか、もういいですもういいです、ちょっともういいですみたいな感じでちょっと距離を置かれてしまうっていうことも非常によくあるんですよ。でそういうのを解決するために今日の授業聞いていただければ掛け軸の種類ざっくりと、あこういう時に飾ったらいいんだ、あこれはこういうもんなんだっていうのを体系立ててわかるようになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では早速行ってみましょう。で掛け軸なんですけども、そもそもなんでこんなに種類があるのかっていうことなんですけども、日本の長い掛け軸の歴史の中で TPO によって掛け軸を掛け替えるという文化がずっと育まれてきたんですね。 TPO に応じて、例えば祝いの時に例えば結納とかあったら、こう親族一同集まるじゃないですか。今日はめでたい日じゃ、飲むぞーみたいな感じで集まって、こう飲め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 みたいな感じでやってるとするじゃないですか。でわーってこうやってる時に床の間になんか暗い神器臭い掛け軸が飾ってたら、なんかここだけ暗くないかみたいな感じで場がちょっとやっぱねアンバランスになるじゃないですか。もう場合によってはね、お酒が入ってるので、なんだお前この結婚になんか文句でもあんのか、誰だ喧嘩売ってんのかよみたいな感じで喧嘩になるかもしれないですが、やっぱりお祝いの席には明るい掛け軸を飾っとかなきゃダメだなってやっぱ昔からなってたんですね。なぜそういう風になったのかっていうのは、以前の動画で掛け軸の歴史っていうのをやったんですけども、それ千の利休さんの下りがあるんですけども、そこを見ていただけたら、なんで掛け軸を掛け替えるようになったのかって、そういうマインドになったのかっていうのが解説しているので、よかったらそちらの動画もご覧になってください。で TPO によって掛け軸っていうのは使い分けられるようになったんですね。なので用途によって、掛け軸はこの5つの種類に分かれることになりました。5つです、5つ。そんなに難しくない。掛け軸ってだいたい5つの種類を覚えることで、自分が思っている掛け軸っていうのはこれなんだな、これなんだな、あこれはこの時使うんだなっていうのが分かります。でそれ以外はその他の部類でくぐってしまえばいいんですよ。なのでこの5つをしっかり覚えていきましょう。まず定時掛けということなんですけども、漢字だけ見るとね、常に掛ける掛け軸みたいな感じで、掛けっぱなしでいいのかと、いや掛け替えるって言ったのにいきなり掛けっぱなしでいいのかと思われるかもしれないですけども、そういうわけではございません。これは特別な行事とか季節がない時に普段使いとして飾っていただけますよっていう意味合いなんですね。別名普段掛けとか日常掛けというもいうふうに言われますけども、毎日ってそんなに行事がいっぱいあるわけじゃないじゃないですか。友達が訪ねてきたよとか、なんかフラッと親戚が来たわとか、そういう時のために別に特別仰々しくないもので飾っていただける掛け軸という意味ですね。一番オーソドックスなのは水墨山水とかそういうものなんですけど、細かい掛け軸のこの種類に関して、これにはどんな種類があるのかっていうことに関してはまた別の動画で全部一個一個ご紹介させていただきますので、今回は割愛します。常に飾っていただけるじゃなくて、普段使いとして飾っていただける掛け軸だというふうに覚えていただければなと思います。で次が掲示掛けということなんですけども、喜びごとの掛け軸ですね。お祝いの時の掛け軸です。明るいおめでたい時はね、やっぱ明るい掛け軸を飾りたいということで、めでたいものといったら鶴亀とか日の出とか明るいものを書いた掛け軸を飾るというのが掲示掛けですね。お祝いの時でいうとお正月とかもそうですし、結婚の時とかね、結納とかもそうですよね。お祝いです。
あとは長寿のお祝いですね。まあ、敬老の日とかでもいいですし、あの米寿とか喜寿とかあるじゃないですか。こういう長生きしてくれてありがとうね、よかったねっていう時に飾るような掛け軸になります。次が仏字掛けということで、まあ、仏ってあるので、これはあの仏教行事に関わる掛け軸になります。まあ、法事とかお彼岸とか、あとお盆とかですね、そういう時に飾る掛け軸です。まあ、宗派いろいろあると思うんですね。浄土宗、浄土真宗、真言宗、曹洞宗、臨済宗、日蓮宗、いろいろあると思うんですけども、それぞれによって微妙にちょっとずつ飾るものは変わってくるんですけども、それらを総称して仏教に関するものに関しては仏字掛けというふうに言います。でここまでちょっと赤線引いてますけども、なんで赤線引いてるかというと、この3つは最低揃えておきたい掛け軸の三種の神器と我々は呼んでいます。よくね、掛け軸1本も持ってないんですけど何から揃えていったらいいですかねみたいな感じで聞かれるんですけども、まあ、まず最初はあのオーソドックスで一番長いこと飾っておける無難な掛け軸ということで、定字掛けをまず準備しましょう。その後祝い事と仏事事、大体行事で飾るときに大事になってくるのは祝い事と仏事事なんで、この3つを揃えてさえいれば一通りの行事事のサイクルは回るということで、この3つは最低揃えておきましょうねということで、掛け軸の三種の神器と我々は呼んでいます。で三種の神器が終わった後、次は季節掛けというものがあります。季節感のある掛け軸ですね。季節感、まあ、春夏秋冬ありますけれども、その春夏秋冬季節感を表現している花とか風景とか言葉とか、そういったものを飾って四季を楽しみましょうという掛け軸になります。日本の文化って四季を大事にするじゃないですか。例えば和食とかでもそうですけど、旬の食材ってありますよね。でまあ、食材ももちろん季節感がありますけども、それに例えばちょっともみじを添えてみるとか、楓を添えてみるとか、ちょっとね季節感をプラスアルファしたらよりこう華やかになる、季節感趣があるということで、より風流を感じることができるということで、この季節掛けっていうのは掛け軸の歴史の中ですごく発達しましたね。で最後が節句掛けになりますけれども、節句掛け、まあ、読んで字のごとく節句の掛け軸です。あの桃の節句は女の子の節句ですし、端午の節句は男の子の節句ですよね。で節句人形ってあるじゃないですか。桃の節句はお雛さんですし、端午の節句は武者鎧とか、あれと意味合いは同じです。子どもの健やかな成長を願うための掛け軸ですね。以上です。いかがでしょうか。掛け軸、大体この5種のどれかに属します。それ以外はその他でくくっていったらそんなに難しくない、迷子になることはないかなと思いますので、ぜひこのね5つの掛け軸の種類まず覚えていただければなと思います。で今後はねこれをそれぞれ1つずつより詳しく深掘りしてご紹介させていただければなと思うので、ぜひよろしくお願いします。では今日もどうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。